はい、皆さんこんにちは。本日はね、松井田町文化会館にやってまいりました。で、本日ね、この松井田町文化会館に来たのはこれです。薄い街道寄席にやってまいりました。本日開催ということでね、はい、こちらです。はい、薄い街道寄席安中市松井田文化会館大ホールということでね、本日やってまいりました。まあね、今をときめく林家つる子さん、群馬出身のもうね、もう本当にスターですよ。まあ2つ目でね、林家つる子さんがこうやってきて、でさらに、まあ、つる子さんだけでなく、なんと柳家カルク師匠、さらにね、柳亭一羽師匠というね、もう大師匠が2人ともついてくるっていうね。いやー、これね、豪華なんですよ、本当に。まあね、わからない人にはちょっとピンとこないかもしれないんでしょうが、この2人はね、なかなかもう、この柳のつくところではね、もう、超一流のお2人で。でね、今回ね、初めてね、松井田文化会館来たんですが、まあ大ホールといってもね、他のところのね、小ホールぐらいの大きさなんで、大きくないんですよね。で、結構ね、座席もね、ギリギリで買ったんで、後ろの方だったんですよ。後ろの2列目ぐらいなんだけど、こんぐらいのホールが落語を見るにはちょうどいいですね。一番後ろでも全然よく見えるので、むしろね、この松井田文化会館ね、のもう落語に振り切っちゃって、ずっとこう、毎月、寄席をやってくれたらいいんじゃないかなって思うぐらいね、むしろ落語に向いてる会館じゃないかなと思いますね。逆にほら、お客さんの入るような、タレントさんとかだと、ちょっとさ座席が、少なかったりとかしますし、いや他のね、文化会館に比べて、むしろね、寄席とか落語に、ね、振り切るにはなんかいい会館であり、場所じゃないかなとは思うんですよね。まあ、ぜひね、松井田文化会館にはね、こう、ちょっとね、落語に振り切ってもらいたいなとは思いますけど。で、開口一番の前座さんが、柳亭一良っていう人だったので、まあ多分ね、柳亭一羽師匠の、お弟子さんではないかなと思うんですが、で、このね、柳亭一良さんが、まず、牛褒めかな？牛褒めをやりました。まあ、最後にね、牛を褒めるっていうオチでの話ですね。まあ、前座話って感じで。ここで、なかなか、温まった感じ。まあ、そつなくしっかりやった感じの落語でいきましたけど。で、この次にね、まあ、一応ね、順番的に林家つる子さんが二つ目だから出るのかなと思いきや、柳家カルク師匠ですね。ここ来ましたね。柳家カルク師匠が登場しました。柳家カルク師匠といえば、昭和の大名人であり、人間国宝になられた、五代目柳家小さん師匠の、お孫さんですね。まあ、本人もね、結構ね、柳家カルク師匠のね、こう、落語 CD とか聞くと、まあ、枕ではね、必ずその、自分がお坊ちゃまだとかね、親がな、光、落語家だみたいな話をされるんですが、まあね、まあそれはまあ自虐ネタというかね、そんなことで、そんな感じですね。実際はやはりね、やはりサラブレッドというか、やはりね、あの五代目柳家小さん師匠のお孫さんなので、周り中がね、落語家だし、で、しかもね、おじさんが今、六代目柳家小さんをついてるわけで、柳家カルク師匠もね、9歳からかな、9歳から落語の稽古をしてるわけですよ。弟子入りではないにしても、落語の稽古はね、9歳の頃から行われていて、まあなんつうかな、もう子供の頃から弟子入り前からね英才教育を受けてるので、まあ今少年ジャンプで連載中の茜話の茜さん、茜ちゃんいるじゃないですか。あんな感じじゃないですかね。なんかもう弟子入り前から大名人大名人なのか、まあね、そのおじいさんなのかおじさんなのかわからないにしても、まあね、英才教育、落語の英才教育を受けていたということでね、そのおかげもあって、まあね、大抜擢にすごいスピード出世をされた落語家なんですよ。まあ本人はね、ものすごいその当時の落語協会の会長であるね、おじいさんとの太いつながりがあったからなんてね、ちょっと言ってますが、まあまあまあ実際のところやっぱね、すごいんですよね。で、そのね、柳家カルクさんがこの目黒のさんまということで、目黒のさんまはね、秋でしかやれないという話なので、あとね、殿様の気分がわかるのはね、自分のようなお坊ちゃまだけだということで、まあ、目黒のさんまですよ。まあ、見事なもんですよね。まあ、そんなわけで、ね、まあ、枕はね、ご自身のこの、まあ、自己紹介がてら、祖父からのこの話をね、祖父からのつながりとか、あとね、本日、大手を務めたね、
柳亭一葉師匠もその柳家小さん師匠 の, あのお弟子さんなので、そこら辺の話も絡めて、まあ、そういう意味ではねもうすごいんですが、枕からその目黒のさんままで、ものすごい話がうまいので、まあね、目黒のさんまっていうのはねもう有名な話で分かっているとは思うんですが、あのね殿様がねそのたまたま行った目黒で下巣魚であるねサンマを食べたらものすごい美味しかったということで、それをねお城で食べようとしたら料理人たちがね気を利かせたためにものすごい味気のないサンマが出てきて、まあ、最後はねサンマは目黒に限るという話で終わるっていうねあの話ですね。で柳家歌六師匠のまあねこの大にぎわいであった柳家歌六師匠のね爆笑のこの落語の終わった後、まあ、中入りで休憩が入りまして、でその次に出てくるのはやっぱね林家鶴子さんですね。まあ2つ目ではありますが、今度3月に、うん、来年のね3月では真打ちに昇進、さらにあれですね、まあ高崎出身ということでね、まあお客さんの目当てもやはりね鶴子さんっていうことも多いんじゃないかってことも配慮してたと思うんですがね、林家鶴子さんが登場するということで、で林家鶴子さんはねまあ本人鉄板ネタ、まあ群馬では鉄板ネタである、やはりねこの林家鶴子という名前をもらった時のその由来ですよね、この話を、うん、これはね群馬でないと多分受けないとは思うんですが、林家鶴子という名前がついた慣れ初めの話ですね、林家正蔵師匠からもらったその話を、しましたね。やはりねこれはね群馬では受けますね。林家鶴子と言われりゃね、まあ群馬の人間はなるほどそういうことでつけたのかなって思うんですがね、まあ上毛カルタとちょっと関連してるんですけどね、まあそんなわけでそこら辺のね、まあ、鉄板ネタですが、まあこの名前のネタがね、まあ自己紹介があり、まああと当然今度3月真打ちに昇進しますって話もねあっての、さらにお菊の皿ですね、お菊の皿、この間あれかな、どっかで、あれですね、方角とのコラボの時もやられてたあの話ですね、お菊の皿ですね、万丈皿屋敷のお菊さんの話を聞いた若い衆が皿を数えるお菊ってやつはいい女らしいじゃねえかってことで、それを見に行こうっていう男心ですね。いい女だったら幽霊だろうが何だろうが見に来てっていうね、あの男心をやった話の話です。そういったちょっとまあいろいろ顛末ですね、まあそんな話になってますね。まあこれはさすが、まあさすがもうね鶴子さんももう慣れてらっしゃるのでやはり面白いですね。まあそんなわけでね、林家鶴子さんが終わった後、そしたらね柳亭一葉師匠ですよ、で柳亭一葉師匠が出てくるわけですね。まあ本当はまあね鶴子さんも聞きたかったってもありますが、まあね柳家歌六師匠も 見たかったってもあるし、まあ特にやっぱね柳亭一葉師匠を見たかったってもありますよね。よく商店とかで落語の会長っていうんで、春風亭昇太師匠がそういうふうに言われてるじゃないですか。あれはね落語芸術協会の会長なんですよね。で柳亭一葉師匠は落語協会の方の会長ということでね、うん、ちょっとね落語のその団体もねいくつかに分かれてるんで、そこでね柳亭一葉師匠はその落語協会のね何といっても会長を務められていて、さらにあの人間国宝五代目柳家小さんのお弟子さんということでね、そしたらやっぱね柳亭一葉師匠はさすがですね、もう安定した語りですね、もう何なんだろうな、もう完璧ですよね、落語として完璧の喋り方とね声とこの間ですよね、テンポといい、もうお手本のような落語の喋り方で、で枕なんかねもうあのお相撲の話から始まり、相撲の中でねこの行事の声真似とか、あとねそのなんか相撲の歌みたいなやつとかね、そういうのを歌われたんですが、ものすごくうまいんですよ、行事の声真似とか歌もうまいし、まあさすがにあの落語家はねその落語だけうまいだけじゃダメだっていうのをねまさに見せるような、まさに芸で、もうそのね枕だけですら、枕だけでも小話一つ出来上がってるんですよね。で枕をやって、で枕がね結構盛り上がりで、そのままの流れで今度はね粗骨の釘ですね、長屋に引っ越してきた おっちょこちょいの人間が、あであれか、うん、でそれでねお相撲の話から、さらにねあのいろいろおっちょこちょいの人もいますねなんて話から、粗骨の釘に流れていったわけですね。粗骨の釘っていうのはね
おっちょこちょいな人が長屋に引っ越してきて、奥さんに言われて、ほうきを引っ掛けるための釘を打とうとしたら、ね、長い釘打っちゃって、隣の家に貫通しちゃってるっつんで、それを謝りに行くって話ですね。その貫通した釘がどこに出てるかっていうところがね、こうオチになってくるわけですが、まあそんな感じになってます。で、まあね、本当にもう、きっちり最後を締めて終わらせるというね、柳亭市場師匠、さすがって感じで、やっぱね、その大御所っていうかね、やっぱね、大師匠はね、やっぱ違いますよね。こう、なんかやっぱ落語の安定感というか、うん。というわけで、本日はね、薄い街道寄席にやってまいりましたということで。いや、本当にね、ちょっとね、豪華な3人のこのね、落語が見れたので、まあ結構ね、ギリギリまでちょっと悩んでたんですが、買ってよかったっていう感じで。いや、ここまで買いに行くのがめんどくさかったんで。ここまで買いに来るのがちょっと大変だったんで、まあまあまあ、うん、そんなわけで本日ね、まあ買いに来てよかったなってことで、うん、本日ね、薄い街道寄席やってまいりましたってことです。まあ本当にね、まあ松井文化会館ね、もう本当の、落語に振り切っちゃえばいいのになって本当に思います。そんな感じのね、いい会館なので、もう毎月いるぐらいね、まあ前座さんなり、二つ目さんなり、そこら辺の、落語家さんを呼んでみるのもいいんじゃないかなとは思いますね。というわけで本日は、薄い街道寄席を見に来たでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。